はい、どうも、川島さん、セルザー俊平と申します。対戦相手の方が見つかりました。司さん、お相手のパーティーはペッカグやドヒドイでポリゴン2、カプテテフ、バンギラス、グライオンですね。これは典型的な受けループですね。ほう、なるほど、典型的な受けルーパーか。じゃあリザードン、リザードン、ローブシン、カプテテフといきますか。はい、司さん、対戦よろしくお願いします。さあ、どうする。こっちはリザーディング、結果で圧倒的出し勝ち。さあ、後ろに引いてくるのはね、これ確実にドヒドイで、あるいはバンギラスだと思うんで、ここはそうだな、ここ相手引いてくると呼んで、ローブシン出します。相手確実に引いてくるんで、はい、引っ込めた。さあ、何出す？ポリゴン2、はい、根性がパクられていく。ポリゴン2か。じゃあここドレインパンチでポリゴン2引っ込め。さあ、最後の1匹テッカゲア、カプテテフか。はい、ドレインパンチ、これ4分の1なんで効かない。相手はここでポリゴン2、テッカグヤ、カプテテフと。なるほど、リザードンはじゃあ取っとかなきゃいけないですね。ここはね、冷凍パンチを打ちます。サイコキネス、これはしょうがない。じゃあカプテテフでこっちも応戦していきましょう。ここはもういきなり Z 技切ります。相手カプテテフを引っ込めてきて、鉄火具屋を出してくる。ここで、Z 技で削っていくと。いいダメージ、残飯。じゃあここ挑発、ヘビーボンバーで切ってくる。これはアタッカーですね。イーストブーストで防御が上がる。じゃあここでリザードンで、さあここ、ニトロチャージ打ちます。せっかくや、引っ込め、カプテテフ。左でここでニトロチャージ、あわつくいこうぜ。あとは大文字を外さなければ勝ちですね。
大文字でカプテテフに引っ込めた鉄火具や大文字ポリゴン2は大文字2発で落とせると思うんで、ポリゴン2の攻撃を耐えられれば勝ちです。テテフ、ここで大文字、外さないでくれよ。外したらお笑い。大文字当てる。オッケー。さあ、ポリモン2。左ターンがあと2ターン。ここ自己再生から入られると負けなんで、エアスラッシュでワンチャンヒルミ狙います。自己再生、やっぱり相手も分かっている。もう一回エアスラッシュで、自己再生、エアスラッシュ、ひるんで技出せない。もう一回エアスラッシュで、急所、自己再生、パソコンが重いな。あと一回エアスラッシュでひるませればなんとか勝てるんですけど、エアスラッシュ、自己再生、くっそ、エアスラッシュで、ひるんだ。ここエアスラッシュで、エアスラッシュ、自己再生、自己再生の PP 勝負ですね。あとはエアスラッシュ、自己再生、エアスラッシュで、ひるんだ。エアスラッシュで、自己再生、自己再生の PP を蹴らせば俺の勝ち。エアスラッシュで、何回エアスラッシュ打つんだよ。ひるんだ、オッケー。もう一回エアスラッシュで、やべ、9分20秒。エアスラッシュ、自己再生、エアスラッシュで、エアスラッシュ、自己再生、エアスラッシュ、放電。